はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中一理科物理光の性質の13回目です。今前反射を使った実験について見てもらっています。で、これも、塾にある、玄関に置いてある水槽で、水槽の反対側から向こう側に私の指、チョキをしている私の指を見たとき、はい、このように見えていますが、これをこちら側、水槽の側面から見たときに、そのチョキはどう見えるのかっていう実験をしました。はい、またそれも動画を見てください。そうすると側面から見るとここにあるはずのチョキが見えなくなりました。はい、これに関しても理由を説明していきたいと思います。はい、まずこのチョキから出た光は水槽の反対側から見るとまっすぐなので屈折もせずにそのまま目に届きます。ですからここの目にはこのチョキが見えていますけど、水槽のこの側面から見た場合、はい、ここから見るとこのチョキを見たくてもこの水中から空気中に出るときに前反射をするので本来ここにあるチョキが見えなくなってしまう。はい、これも前反射を使った実験でした。で、最後に、はい、石鹸水を使ってレーザー光の光の道筋を見ていきたいと思います。このコップ右側に穴を開けていてここから水が流れ出しています。はい、じゃあこれもちょっと動画で見てください。まず、はい、ここから出た光こう進んでるんですけどこの水を通ってここに光が来てるの分かりますよね。もっとすると、はい、ここに移動してきています。で最後は、はい、このもうちょっとしか出てないですけどそのちょっとした水の中を光が進んでてもう水の流れていないこの下には光は映っていません。でこれはなぜかというと、はい、この出た光をちょうどこの水のところに合わせています。でこの水のところで、はい、このように反射して進みます。ちょっともう少し拡大します。はい、この光が、はい、この水の中をこのように進むのでこう横から当ててる光がここに映って見えています。さあ、でこれが、前反射、水から空気中に出るときに屈折するんじゃなくて前反射することを利用しているんですが、これを利用したものがこの世の中で今すごい使われています。はい、それが光ファイバーです。
皆さんも家でインターネットとかするとき、多分光回線引かれてると思います。あのフレッツ光とかいうのがその光ファイバーだから、光ファイバーで家まで引き込まれた中をインターネットのデータとかがこの全反射を利用して伝わってきています。これであの0の1から0の4でした。実験の解説は全てになります。次回ちょっと難しい光の作図について勉強していきたいと思います。では今日の授業は以上です。